オーストリア帝国の構成国であった王国。王国の国境委員会議により1815年6月9日に公式に成立し、ミラノ皇家マントバ公だったオーストリア皇帝フランツ一世が、ロンバルドベネトをフランチェスコ一世となった。そして以後もオーストリア皇帝が国を兼ねた。フェルディナンド一世統治時代の1848年3月22日。 ミラノの5日間の放棄の後、ミラノのオーストリア人は捕らえられ、ロンバルディア臨時政府の成立が宣言された。ベネツィアでも、同年3月23日に反オーストリア勢力の放棄が起こり、ベネツィア臨時政府の成立が宣言された。しかし、同年7月24、25日にクストーザでサルデーニャ王国軍に対して、オーストリア軍が勝利した後、8月6日にミラノは、 再占領され、ロンバルディア臨時政府は解散させられた。翌1849年8月24日には、ベネツヤアもオーストリアに降伏し、ベネツヤリ臨時政府も解散させられた。ロンバルド・ベネト王国は、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世のイタリア独立、戦争時代の1859年に、第二次イタリア独立戦争の際に、ロンバルディアがサルデーニャ王国に占領され、 1861年にロンバルディアはイタリア王国の一部として併合。1866年の広オ戦争に介入した第三次イタリア独立戦争でベーネとが併合されるまで続いた。ありがとうございます。